SSE の風力発電施設 SSE はイギリスとアイルランドで電力及びガス事業を行う持ち株会社スコットランドパースに本拠を置きロンドン証券取引所に上場している SSE のルーツとなる2つの公営組織のうち1つは1943年設立の北部スコットランド水力発電公社であり同組織は スコットランドの電力事業を担当していた二つの公営組織のうち北部のハイランド地方を拠点に水力発電を中心としだ電力事業を運営していた。もう一つは1948年に設立されたサザンエレクトリシティボードであり同組織はセントラルエレクトリシティジェンナーティングボードの統括下でイングランド南部ポーツマスを拠点とする配電事業を担当していた。 1990年前後に行われたイギリスの電力事業民営化に伴い、ノースオブスコットランドハイドロ・エレクトリックボードは、1989年4月にノースオブスコットランドエレクトリシティ PLC となり、同社は1991年6月にロンドン証券取引所に上場した。サザンエレクトリシティボードは1990年の CGB の解体とともにサザンエレクトリック PLC となり、同年ロンドン証券取引所に上場した。1998年12月にノースオブスコットランドエレクトリシティ PLC とサザンエレクトリック PLC は経営統合し、スコティッシュサザンエネルギー PLC が誕生した。2000年8月にウェールズ南部で配電。 ガス供給事業を行うスワリック PLC を買収。続いて2004年5月にアメリカ資本の独立系電気、ガス事業者であったアトランティックエレクトリックガスリミテッドを2008年2月にアイルランドで風力発電事業を行うエトリシティリミテッドを買収し、エネルギー事業の幅を拡大している。 SSE グループの発電事業としては、水力発電がスコットランドに集中しているほか、風力発電をアイルランドやスコットランドで展開、再生可能エネルギー事業者としてはイギリス最大となっている。このほか、天然ガスの貯蔵事業や SSE エンタープライズテラコムズのブランド名で、ブロードバンドを柱とする通信事業を行っている。ありがとうございます。